木綿のハンカチーフで。木綿のハンカチーフ。あるかな。あるかないかな。なかったら肩幅食ってね。了解しました。何言う。T シャツ屋さんばっかり流してからに当たった。あ、当たりました。当たった。あ、よかった。俺は外れたけど、帰りと中地が当たった。 あ、中地もやってたんだ。中地もやってたすね。え、なんで中地も好きなの。うん、いいっすよねって言って応募して、あ、俺この日ダブだって言ってた。あいつ何やってるわ。バカです。あいつバカですわ。はい、木綿のハンカチーフ OK でーす。あったかなーす。カメリが当たったんだ。まあまあまあ、でもいいじゃないですか。会では何人分応募したんですか。2人分、全員2人分ずつ。はい、では10秒前です。5秒前。あ、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  FEC チューンド、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。チョップ6の夜中にちょこっと箸休め。はい、というわけで今週も始まりました、チョップ6の夜中にちょこっと箸休め。というわけで、今日も相方はお休みなので、ちょっとゲストをお呼びしております。ではどうぞ。あなたの心の潤滑油、松田おゆりです。お願いします。お願いします、はい、いやもうゲストじゃないけどな。もうもう準レギュラーみたいなもんでしょ。3週連続で来てたらね、準というかね、もうレギュラー、はい、来てない週。あ、いいっすか。ないじゃない。もういいっすか。いや、先週先々週とね、はい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 、僕と下ネタばっかり話して、来てね、はいはいはい、本当に心を入れ替えたんですよ。はい、入れ替えてくださいよ。改めて自己紹介していいですか。はい、やってください。お股の心の潤滑油。おい、おかしいだろ。おかしいだろお前。あなたのお股の潤滑油。おかしいんかお前。頭おかしいんかお前は。頭はおかしい。お股の潤滑油ってどういうことだろ。あ、ローション的なやつですね。いいよ、言わんくて。言わんくていいよ別に。いいですか。分かってるよ大体 で、 そういうもんだろうなって。あ、そうですか。いいよもう。ラブジュースからローションかどっちか。いや、もういいよもうそれ言わんくて。ラブジュースってなんだか分からんよ。あ、いい。あ、そうか、童貞だもんな。やめとけよお前。それそれ言うのやめとけよお前。ワード言いそうになるんだろ、あれを。いつものあれを。お前童貞だもんな。やめとけや。やりまん紹介しろやって言いそうになるだろ。待ってました。言いそうになるだろや。やりまん紹介しろ来ました。最低なワードだからこれ言っとくけど。言っとくけどな、紹介するやりまんが言ったらもう俺が一回。確かにな。うん、兄弟なるもんな。兄弟な、あの兄弟。あの兄弟なるもんな。一人っ子だけど初めて兄弟ができた瞬間ですね。別に欲はないから。その兄弟に関しては。お盆とか集まるかな。兄弟集まるかや。集まるかや。他人同士やし。そうですね。なんで先祖迎えないといけんわ。内カビ燃えしますよね。誰のための内カビだわそれ。わかんないけど。亡くなっていった選手たちのための子。いいよもう。やるなやるなやるな。先輩の曲やめとけ。先輩の曲いじんな。こんなので絶対使うなよ先輩の曲。うん、いや、まあ先週に引き続きですけど、はい、お願いします。1週間何かありましたか。1週間何かありましたか。1週間って短いからね。そうなんだよな。でも、うん、あ、お笑い劇場があったじゃないですか土曜日。ああ、ありましたね土曜日、はい、僕は音響のスタッフとして入りましたけど、はい、どうでしたか劇場は。いやいや、あの思ったより受けた。ああ、いやいや、でも受けてましたね。うん、嬉しかったね。はいはいはい、はい、珍しく、俺にしては珍しく受けてたね。やめとけや、いじりにくいだろ。いや、どんどんいじれ、どんどんいじれ、実力がない先輩をどんどんいじれ。 やめとけや。バイアスローも1回戦で落ちてるよ。やめとけやめとけ。それはしょうがないだろもう。その好みなんだから、そういう、そういうのは。いや、まあ思ったよりしょうがないから、ちょっと不安だったんですけどね。うん、でもどうでしたか、ね、人、うん、人は多かったですか。上から今回はねしか見てないんで分かんないんですけど。先月がほら、ああ、そっか、台風もあって
って被ったのか、結局ね、はいはいはい、あのちょっと少なかったんですけど、ね、今回はね結構たくさんお客さんいらしていただいて、隙間隙間がちょっと空いてるぐらいですね、ちょっと空いてるぐらいでね、でも、うん、もう盛り上がってたんじゃないですか、盛り上がってる方だと思いますね、企画の大喜利がねまた1回戦で負けたのがちょっと悔しかったですけど、ね、ああま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 あ、まあ、あの大喜利のね、はいはいはい、トーナメントみたいなのが、大喜利トーナメントみたいなのがあって、はい、2人1組ですか、そうそう2人1組、僕があの同期のね、うん、秋のりと、あーまあ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 、うん、こんなこと言うのもなんですけど、メンツ的に勝てはしないですよね、待てやちょっと待てちゃお前、やめれやその使い方何でも待てちゃって、そうなんですよ、ラテン系のやつ出してくんない、いいだろラテン系のやつ出して、よくないだろラテン系出しがちだろいやなんだそれマツケンさんのグループで誰が勝ったんですか、はい、森光&勝利です、あーまあまあまあ、メンツ的に見たらね、いやでも一番最初のブロックのトップバッター俺たち、そっかそっか、うん、そっか、でお題が PK、うん、何の略、あーむずい、リックさんお願いしていいですか、やめとけやおかしいだろもう PK 振ってたばあん時も俺何の略、やるなやるな、始めるな始めるな、やらすな、ドゥドゥン、ドゥドゥンじゃないだろそれ、俺が出した音だろドゥドゥンは俺が出した音だろせっかくだから答えてよ、いや PK 何の略、いやだや、こんなすぐできないだろ、できるだろお前、天才だろ、できないだろ PK は、お前面白いんだからできるだろ、やめとけ、何褒めたらやると思うなよ、やらんからな、褒めてるよ本当に褒めてるよ本当に、実力あると思ってるよ俺は、おかしいだろや、コメントたくさん来てますありがとうございます、はい、マヤさん今日、はい、今日は怖い話特集なんですか、ライトの具合が、あ、前の番組からの名残でしたそうです僕たちは別に全然やるつもりはないですただねちょっとアダルティーな雰囲気でやっていこうかなと、あ、まあ、いやアダルティーな雰囲気というか、アダルティーな雰囲気で、いやいいよいいよいいよ、そんなエロティックな話、いやいややるなやるなおかしいだろどんな流れだわそれシュプリームさん、はい、メイン MC の松田、はい、松田シーケンシャルツインターボーさんゲストの大城七分竹さん、うん、こんばんは、ラジオネーム時すでにお寿司で全部間違ってるやし全部間違ってるやし、あのさリク、はい、こいつ全部間違えるわけゲストとメイン MC がまず間違ってるし俺の名前も間違ってるし、うん、俺の名前も間違ってる し、ね、てるし、七分竹の漢字も間違ってるし、ラジオネーム時すでにお寿司も間違ってるし、で、だからシーケンシャルツインターボとか車の用語は俺しか分からんし、うん、本当に読めなかったもんだって、うん、本当に読めなかったもん、うん、おかしいもん、あのだから車の用語をねやっぱ、うん、シプリムさん車が好きで、あそうなんだ、はいはいはい、お車が好きみたいでして、お車が好きみたいでしてって言い方やめれ、はい、いやだって前はこれ分かる人にしか、 俺と中地の時はね、はいはい、中地もちょっと車好きだから話分かるんですけど、あ中地も好きなんだ、好き好き、で昔はインプレッサとかに乗ってたと、はい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 、ああいうちょっとスバル系のね、はいはいはい、水平エンジンに乗ってたと、うん、分からん水平エンジンとか言われても分からんけど、いや分からないでしょお前みたいなもんはね、お前みたいなもんはって言い方やめれ貴様みたいなもん分からないと思う、貴様ってやばいだれ、いつの時代かよ、現代だろ、いや分かるけどそれ、うん、だったら貴様って言い方やめねえいやでもなんかそういうので車の話は結構してたら修理さんが食いついてきて、 あ、はい、あそうなんだ、うん、そうそう、まあ僕もね仕事から車には詳しいですからちょっとまあまあまあそうですね、はい、今日も仕事だったんですか、今日も仕事でしたよ、うん、軽めに言うな、全然今日も仕事でしたね、いやでも本当偉いとは思いますけどね、うん、確かにそう俺偉いよ今日、偉いよね、偉いありがとう、まあ僕たちなんかはこう学生として朝からまあやってますけど、うん、今はねあの今一回マンコ忘れませんでした、違う違う違う、今一回マンコ、いいよもうやるなそれチンじゃねえだろおかしいだろマンチン、おかしいよそれ、いやだから今夏休みだからね、うんうん、まああれはないですけど、うんうん、で朝からやってで働いて夜稽古に来てるわけでしょ、はいはいはい、そうなったらもうちょっときついですよね、うん、結構いやあのねきついめっちゃ横でチンチン鳴らそうとしてるやついるし、いややるなやるなチンチンチンいじるな乳首みたいにいじんなそれやるなベルを乳首のようにいじるキャンさん最低だな本当に、ラジオだからって許されると思うね、本当になマジで童貞とは思えないハットかぶってんだ今日確かに今日ちゃんとしますね格好が、今日ちゃんとしてる、何かあったのか分からないですけど、お前は本当にもうちょっと格好ちゃんとしたら、いやもうなんか、うん、いやだからね、うん、今日もここ以外にあの外に出てないわけですよ、引きこもり、今日もトレーニングしてきたの、まあまあトレーニングもしましたけど、正午面とはしてないです、今日は、はい、今日は一人で、うん、だからね最近、うん、だから暇だから暇、映画を借りて見るようにしてて、はいはいはい、で、日曜日かな、うん、日曜日ぐらいにテレビでやってた、うん、テレビやってたんだ、君の膵臓を食べたいですか、ほんとサイコパスな映画よね違う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 、録画してたのを、うん、まあ最近見たんですけど、はいはいはい、いやもう泣いた、
俺さ泣いた。俺映画で泣けない人だっけよ。違う、2回我慢して最後にとうとう泣いたから。2回我慢しましたからね。マジで3回だから泣けるよ、泣こうと思えば。マジで。いやおかしいだろ。マジか。カウパー出放題。違う、カウパーって言えない、やめとけ。最後射精ね。最低だなお前。最低だな本当に。俺は、はい、最低。いや分かるよ、言わなくても。うん、いやだから泣いたこととかあります、映画で。俺ないわけよ、その、まあ、君の名はが流行ってる時にね。はい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 、はい、行ったんですよ。はいはい。で元氏、もこもこ元氏と一緒に、はい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 、あの行ったんですよ。いや、まあまあまあ、まあ、その時行ったのがもこもこ元氏、きんぴらごぼう、森光、俺ね。あーまあまあまあ、でもまあまあまあ、この3人で行って、うん、でも元氏さんと森光さん結構映画好きですよね。そうそう、はいはい、で、あ、俺別に映画嫌いじゃないよ。あ、嫌いだね。で、はいはい、元氏はもうすでに見たと、君の名は1回は見た と、はいはいはい、中地と見に行ったと、その時は。あー、はいはい、で見に行って2人とも号泣しましたと。あー、そうなんだ。語るわけ。え、中地泣くんだ。だ、中地が、中地泣くか。で、中地が俺に言ったのが、うん、いや松健さん泣きますと、あれは、うん、面白いのって言って、いや本当いい話ですと、うん、泣きます。だって聞いてください、僕隣に元氏さんがいるっていうハンディキャップを背負いながら泣いたんですよ。確かに確かにさ、確かに、もうほら期待値上がってるわけよ、その時で見に行って、はいはい、確かにいいお話だったし面白かったんだけど、うん、泣きゃあせんかったのよ。確かにね、でも君の名は泣かなかった俺も。そうそう、うん、泣くかと思って、うん、で俺と森光さんもそのテンションなんですよ。はいはい、はい、いや面白かったよって、確かに面白かったけど泣きゃあせんだろって。で元氏が、ほんとあんたたちこんなので泣けない、ほんとコロ腐ってんなってめっちゃ言われていやね、あのこれはでも、うん、アニメ見慣れてる人と見慣れてない人っていうのもあると思いますけど、ね、アニメはね、俺も森光も結構見る方。あ、見慣れてはいるんだ。見慣れてる方なんですよ。あの新アニメとかもね、こう、はいはいはい、なんですか、動画サイトで見たりとか、はい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 、するタイプなんで、はいはい、アニメ自体も見慣れてるは、まあ、大丈夫なんだ。全然大丈夫なんだけど、なんで泣けないんだろう。なんだろうね。でも君の名は確かに面白かったんだけど、はい、泣くかって言われたらね。まあ泣きはしなかったですね僕も。まあまあまあ、僕の場合はまあ見慣れてないっていうのもあったかもしれないですけど。ああ、そうなんだね。だからその点だから実写でやってるっていう、ちゃんとしたやつはね、なると、うん、まあ泣きますね。なんだったかな、昔本当に泣きそうになったドラマはあったんだよな。ね、三浦春馬と、はいはいはい、多部未華子が出てたドラマなんだけど。ああ、わかる。三浦春馬が、分からん、あの何だっけな、パーキンソン病だったかな。あ、だん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 筋肉が弱くなっていく。ああ、ああ、分かった、名前忘れたけど。そう、分かる分かる。あれは見ててとっても泣きそうになったよ俺は。そうなんだ。あれは本当にいいお話だった。いいお話。いやだから、うん、その病気系ですよ。だからこの君の膵臓も。でもタイトルがちょっとサイコパスすぎない？いやだからその意味がちゃんと分かるから、見たら分かるの？そういう意味ねって。あ、そういう意味ねって分かるから。で言うな言うな。まあまあそこまでは多分結構あの CM とかでも出てるとは思うけど、君の膵臓を舐めたい、要は、いやおかしいだろそれこそサイコパスだろ。ベロベロベロ。要は膵臓がん、膵臓がんのこの話ってことですよ。ってことは、うん、え、主人公知事さん。いやどう、やめとけやめとけ、おい最低なの本当に。あいつやめとけ。マイク入れてないからまだよかったけど、本当にあいつやめとけ。本当にやるなやるな。県の代表いじろうとするぞ、言うな言うな言うな。元県の代表をいじろうとするぞ。いやだから、あいつは。いや、泣いた話をさせろや、泣いた話を。はいはい、どうだから君の膵臓を食べたいで泣いたっていう話でしょ。うんうん。だから僕は、特にあの表現とかがね、うん、表現苦手なので、その分、自己表現とか。そうそうそう。でも、はい、感性は、うん、人一倍あるんで、ぐって、ぐって、いや、でも、この仕事してる人は大体感性あるでしょ。だって自分でさ、うん、コントとか作るにしても、うん、自分の物語じゃないですか、要は。まあ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 、その自分なりの、ね、そうそう、うん、物語を、うん、数分間とはいえ作るわけじゃないですか。作る、作る。となると、まあ、普通の人よりは感性は高いわけですよ。ああ。もう、物語の中にぐって入りすぎて。これがないのが元したからね。いや、やめとけ。やめとけそれ。あいつピンでコントばっかやってるのに感性ないってどういうこと。ないだろ、あいつのネタはほとんどがデブネタ。いやいやいや、やめとけ。いやでも元さん実際君の名とかでも泣いてるわけですから、うん、泣いてる泣いてる。膵臓見たら絶対泣くと思う。膵臓見たらちょっと言葉が悪いな。いやいや分かった、君水、君水ね。君水、君水見たら絶対泣くと思う、うん、はいはいはい。いやだから、うん、
グッて入りすぎて、うん、分かるかな、いいドラマとか、あれでしょ、いい映画を見た後にあれでしょ、シンクロしてしまうんでしょ、そう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 、なんていう、中の登場人物とかに感情移入しすぎちゃうんだよね、で見た後に、うん、なんか虚しくなるの分かります、いい映画とかいいドラマとか、はいはいはい、好きなものが終わった時に、はい、虚しくなる感、その気持ちはよく分かる、あれがめちゃくちゃあった、賢者タイムと一緒だよね、やめれやなんで全部つなげればそこに、ミスターリンクやめねえや、欲しいならそう、だからグッて似てるとこはちょっとあると思うよ、そうグッて入りすぎるがゆえに、うん、もう本当にヒロインのこと本当に好きになるんですよ、その数日間は、その映画が終わっても数日間はこのヒロインの子、そう好きなままな、初めて見た人だったんですけど、うん、まあ初めて見た人っていうか、初めて見る俳優さんね、そう、女優さんだったんですけど、うん、めちゃくちゃ好きになりましたね、でしかもまた演技が、うん、この大人の世界と子供の時、うん、こう階層に入ったりするんで、幼少期と幼少期を行き来するんですけど、この俳優は違うじゃないですか、要はもちろん大人の子役がやるもんね、そう、大人の時は小栗旬だけど、うん、このあれの時は高校生時代は違う俳優さんなんですけど、あ、そうなんだ、はい、あ、大人の役小栗旬さん出てる、小栗旬さんなんですよ、あ、そうなんだ、そう俺学生のほらなんていうのポスターしか見てないから、あ、はい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 、だから小栗旬さんが出てることを全く知らなかった、大人の世界では小栗旬さんです、あ、そうなんだ、まあでも高校生時代がメインではありますけど、うん、ちょいちょい小栗旬さんが出てますけど、あ、そうなんだね、いやだからもうそのね、俳優 の, この動きとか仕草が、うん、もう全くリンクするわけですよ、その高校生時代の人と、はい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 、すごいなと思って、プロだからね、まあプロとはいえですよプロとはいえ、うん、まあ上の人が合わせてるのかは分からないですけど、同じ人間っていう設定だから、そう、仕草とか癖とかあんなのも同じ、喋り方とかも、うん、もうこいつが成長したんだろうなって、あ、一発で分かる、ね、やっぱ上地雄介さんとか大好きなんですけど、そう素晴らしかったですね、演技も含めてもグッて入れる、あ、いいね、いや映画とか見て泣かないんですよね、うん、まだ泣いたことはない、ね、好きな映画ってどういうやつですか、ジャンルというか、ジャンルというか、まあ、うん、その好きな映画ですか、俺が好きなのは、はいはい、クローズとかあ、クローズ俺も大好きです、クローズとか、はいはいはい、最近だとハイアンドローとか、あ、ハイアン人が乱闘してるのを見るの好き、いやでもハイアンドロー俺も前作見ました、見ました、俺まだ映画見れてないわけ、あ、俺映画ドラマ版は全部見たんですよ、なんなら見に行ってくれる人いないから、俺最後のファイナルは一人で見に行きましょうか、え、誘えよ、いやだってその時マツケンさんとは、うん、多分でも映画見に行くほどの仲ではないじゃないですか、誘ってくれたら行きますやん、いやしかもハイアンドロー見てる人いないと思ってたから、俺いるやん、いや分からないじゃないですか、目の前にいるやん、それは分からないじゃないですか、目の前にいるやん、やめとけやめとけいやでも面白いよな、うん、俺ああいうの好き、どちらかというと見てなんていうの発散されるというか、そうこうスカッとするじゃないですか、そうストレス溜まってる時はそういう系見ます、やっぱ基本ストレス溜まってるんでしょうねまあまあね、クローズとかアクション映画は、ね、ああいうちょっとアクション系とかかな、見に行くのは、でも最近ね、はいはい、洋画とかあんま見なくなったね、僕も邦画が多いですね、邦画が全然面白いじゃないですか、今ね面白くなってますね、で今度元氏と見に行こうぜって話してるの、はいはい、お前もしよかったら行く銀魂、あ、銀魂ね、銀魂は1作目見た時も面白かったんですよ、面白かった、俺も1作目見ました、はい、面白かったから面白かった、2作目も行きたいなと思って、確かに銀魂見に行ってもいいっすね、行こうか、全然行きますか、行こう行こう、行きましょう、じゃああと何だったっけ、オーシャンズイレブンのやつ、オーシャンズ、あ、8、あれはちょっと昔オーシャンズイレブンを見てた人間としてちょっと見たくなる、オーシャンズ見てないな、オーシャンズでも面白いよ、いやでも全然8だけでもいいんじゃないですか、全然あれだけでも見れる、綺麗なお姉さんを見たいっていう気持ちまあ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 、アンハサウェイね、アンハサウェイさんね、あーいいよね、あ、綺麗ですよね、あの人見たい、アンハサウェイの乳首をいじるな最低だな、オーフって言うでしょうね、最低だな、オーフ、やるなやるな、外人の反応やらんくていいわ、いいよやるなやるな、吐くんじゃない、どうしか吸うよね外人は、あれいいよ、真似しなくて、分かるけどちゃんと洋物も見てるなお前たまにそういう気分の時もあるだろ、あるかシュプリームさん、ハイアンドローは好きって言ってましたけど、はい、ハイアップローは嫌いですか、ハイアップローはね普通ですヒロキヨドミさん、はい、嫌いじゃないですけどね、まあね、なんていうんですか、若さがちょっといや、なんだそれ、どういうことだわ、いや言ってもね、うん、5、6個下ですから、ね、まあまあそうですね、
そうなんですよ。ひろきよなみえさん、はい、僕が好きなのはそう、はい、悪魔の生贄13日の金曜日、はい、ハロウィンとかです、うん、サイコパスやし全部やばいやつだよなあ本当に。そうはやばいな。そうはちょっと、そうのなんか、フォーかなんかで、うん、おじさんの家で、うん、ちょっと、じゃあ夜中に見るかって、うん、見たら、もうなんか、序盤のシーンから、うん、でっかい石でなんか足潰して、うん、足にかけられてるこの錠、錠を外して逃げようとしてるシーンで、うん、もう数秒で消しました。あれはきついよな。でっかい石で足潰してるんですよ、自分の。それ見て、ああ、もう無理無理無理。なんかの、あの、友達と高校の時かな、DVD 持ってるっつって、はいはいはい、俺見たことなかったから見ようぜっつって見たんすよ、はい、でも結局高校生だからこうなんていうの、いろんなところに話が飛んだりとか携帯触ったりとかさ、はいはい、ネットをいじり出したりして、結局ちゃんと見たから流しっぱだったんですよ、はいはいはい、で最後ら辺だっけパッと見てたんですよ、またみんなで、はいはい、そしたら人が壁でぐちゃっと潰されて終わったんですよ。いやうわグローと思って、最悪だな、なあちょっとそうはきついな。いやあれは本当にきつい、本当にそうなんすか。そう、あそうだっけ、そうだっけ、ワンが好きなんだ。ワンが一番いい、ワンが面白いらしいよね。そうなの、うん、わかんないですけど、まあ、見る気にはならない。ちょっとグロすぎるんだよな。あれを実行するのは楽しそうだけどね。いや最低だな最低だな本当に最低作り込みが甘いの。あやばいやばい、そうなの。いやいやいいよ、本当は出ないから、ね、いいよ言わんくて、いやいやピチャピチャ、リアリティがやった人みたいに言うな。あの童貞、そこのリアリティだけがすごい。やっとけ、やったよじゃないだろ。いやおかしいだろ、やるなやるなやるな、やめやめろやめろ。おかしいだろ、自分の出会ってるんだったらまだいいけど、自分の出会ってるんだ。そしてあいつやべえなあいつやべえよ。意外とみんな映画好きなんですね。映画好きよやっぱ。好きな女優さんとかって僕あんまり決めない、いないの、決めなくて、だから最近、うん、映画見た、うん、それにグッて入り込みすぎて、うん、その女優さんのこと好きになるとかはあるんですけど、うんうんうん、一時期的なもので、はいはいはい、好きな女優って言われたら、はい、たくさんいすぎて誰って一人挙げれる人はいないんですよ。ああ、そのあれだよね、役者として好きってことよね。役者としてっていうか、まあまあまあ見た目女性として好きっていうのはもういっぱいいるじゃないですか。いっぱいいます、僕もいっぱいいるんですよ。そうやっぱ荒垣結衣は、ね、あー分かる分かる、全然外せないし、そうもう長澤まさみもいいし、あーもう好き好き、本田翼も好きし、あーいいですね、好き好き。馬場文香知ってる？あー分かる分かる分かる、あのコードブルーン2に出てるんですね。そうそうそう、あの最近の出てる、はいはいはい、あの人もともと仮面ライダーに出てたんですよ。あそうなんすか。仮面ライダードライブの敵女幹部役だったんですよ。ドライブじゃ結構あれですね、うん、役者陣、あそうそう、ドライブはね売れっ子多いね。あの誰でしたっけ、内田理央いるでしょ、内田理央、ああはいはいはい、はい、あの子も仮面ライドライブのヒロインです。そうなんだ。で竹内涼でしょ、主役の竹内涼、竹内涼も売れてるでしょ、はいはい、でこの馬場ふみかちゃんも売れてるでしょ、はいはいはい、結構売れてるんですよ。結構竹内涼もね売れとるな。竹内涼真さんが新しく出す先制君主っていう、うんうん、はいはい、あの映画のヒロインが君の膵臓、浜辺みなみちゃんのあれ、うん、あれなんですよ、女優なんですよ。あそうなの。もう大好きになったけど、この時16歳なんですよ、君の膵臓の時な。最近18でしょ、まだ JK なんすよ。まだ JK だよな。やばくないっすか。やばい、ほんとにね。JK であれ出せるって。JK かわいい。いやまあね。全然付き合う。だって弟と同い年だけど全然付き合いますよ。いや、犯罪だからやめて。いや、まあ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 。無理です。お前が花辺みなみちゃんつけるわけないし。まあまあね、確かに。なめんなし。そう言われると。なめんなしっていうな。は。なめんなしっていうな。でもあれ、先生君主も面白そうだよね。そうだから、まあ、見に行きたいってことではないですけど、DVD で借りては見ます。見に行こう、一緒に見に行こう。一緒に見に行く。リカの一緒に、なんか、ああいう恋愛ものとか見に行こう。嫌だな。一人で見に行くの嫌だっけ、俺。まあまあまあ、だ分かります、分かります。分かる分かる分かる。せめて、誰かと行きたい。でも、元氏は横に連れたくない。リクしかいない。いや、でもさ、今、うん、機械で買えるからいいっすよね。昔ってカウンターで人と人とでやるから、うん、何々くださいね、男2人で先生君主に参って嫌じゃないですか。あのね、あと1個あるよ、はい、大人2人で行って、はいはい、すいません仮面ライダー2つって仮面ライダー好きだからね、超恥ずかしいよ。
いや、でも浜辺美波さんも仮面ライダー好きらしいですよ。来ました、いい子ですね。仮面ライダー好き、いい子よ。そう、だから竹内涼真さんも好きなんで、うん、2人で盛り上がったっていう話してました。超いいやし、なんだば。この前はね、うちのガヤがすいません出てたんですよ。ああ、出てたらしいですね。めっちゃ面白かったっすよ。浜辺美波ちゃんも可愛かったしな。あれ面白いよね。面白いっすよね。あの番組もいいですよね。とってもいいっすよ。だから好きな女優の話だそう。女優の話、うん、女優いないんですか。言ったさ、今いっぱい。いっぱいは言ったけど、なんか、うん、この人だなっていう人いるじゃないですか。だいこの人好きな女優なんですかって言われて、はいはいはい、あ、僕は長澤まさみが一番好きですっていう人いるし、はいはいはい、まあ、誰と誰が一番かなっていう人、決められる人いるじゃないですか。うん、僕は結構決められないタイプなんで。俺も決められないな、どちらかというと。決められないタイプですか。決められないタイプ。キャンさんは誰が一番好き。オードリー・ヘップバーン。外人ね。はい、バーン。やめとけ、私だね。ローマの休日の頃ね。ローマの休日の頃、確かに可愛いですね。ああ、確かに綺麗でありますね。可愛い、あの時はね。おばあちゃんになっても美人。おばあちゃんになっても。ああ、そうなんだ。おばあちゃんになった時も見てない。ちゃんと見たことないな。そうなんだ。へえ。じゃあよく言われてる、うん、あの広瀬姉妹。姉妹。スズとアリス。広瀬ね。広瀬は両子。あ、違う、広瀬って言ったつもりだった。はい、滑舌が悪かっただけですよ。怒るな、怒るな。勘違いしてるのかなと思っただけさ。スズとアリスのね。うん。うん。論争がありますよね。どっち派論争ありますね。どっち派ですか。アリスです。あー、僕スズですね。顔っていうより僕ちょっと声フェチみたいな時、うん、ところがあって、はいはいはい、声はすずちゃんの方が僕いいと思うんですよ。あの透き通ったね。だから浜辺美波ちゃんも声がとってもいいんですよ。浜辺美波ちゃんは分かる。でも可愛かった。劇中の手紙を読むシーン、うん、あ、手紙をこう、うん、声だけで朗読されるシーンがあるんですけど、はいはい、お読みね。そのシーンとかの声がもう本当にそばにいるみたいな。それは音響の設備が良かったんじゃない。いや、違うな、声がね。ああ、はい、声が寄り添って聞こえる。透き通ってる。そう、はいはいはい、透き通ってる声が好きなんですよ。なるほどね。そうだからもうあれですよ、うん、見た目は本当に遜色ない。どっちも、うん、どっちも全然好きじゃないですか。遜色ないってなんだ。どっちの方が可愛いとか別に正直ないじゃないですか。ああ、マジで。俺は僕はタイプとかがないんで、アリスちゃんの方が、まあ、バラエティーとかによく出るじゃないですか。あ、でやっぱ性格がなんとなく明るくていい子そうだなっていう、うんうん、確かにね。おじさんの見解ね。本当にだから、うん、それはある、うん、本当に。で漫画も好きだし、うん、まあ、趣味は合いそうだなって思うけど、うんうん、結局やっぱ声が良すぎて、うん、もうちょっと広瀬すずさん、広瀬すずちゃんはね、今更こんなこと言うなよって思われるかもしれないけど、はいはいはい、年下すぎるんだよね。まあね、まあね、うん、俺の1個2個下ぐらい。2個下もう二十歳なってる。なってるか。なってますよね、二十歳には。なってるか。1個下かな。じゃあ1個下か同級ぐらい。なるほどな。そうなったら、でもそうなったらそこでもじゃないですか。大人になったらなんかあんまり5、6歳の差って気にならなくて。まあね、確かに。この前も話してたけどさ、うん、だこの前一緒に昼飯食いに行ったじゃないですか、火曜日、はい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 、でお前と俺と、はい、きんぴらごぼう、タイガ、はいはいはい、年の差すごいじゃん。いや、まあなんかちょっと2個ずつぐらい離れてます、ね、うん、そうそうそう、はい、俺の1個下か、きんぴらが。あ、1個下なんだ。1個下。そかそか。だからお前からしたら4つ上と1つ上を連れて飯食いに行ってるわけじゃないですか、はいはいはい、これがですよ、はい、もし学生ならね、はい、僕がそういえば高1だとしたら、はい、僕高校1年生、はい、タイが中3、はいはい、でお前は小学校4年生だ。やばいんですよね。そう考えたらね。そうなると僕の感覚的には2個ぐらいしか離れてないのに、この3人が日常生活交わることなんて普通ないじゃないですか。まあ学生だったらね。まあね、学生だったら、うん、だったらね。今は交わるよ、もちろん、うん、ね、同じ事務所に所属して ね芸人だから遊ぶし、あれだけど、はいはいはい、だそれぐらいの年の差があるけど楽しくできる FEC っていいよねっていう話だよね。そうですね、うん、下のなんか垣根があんまりないですからね。ないね、あんまりね、うん、そこはいいよね。そうですね、ひろきよなみねさん、はい、僕の好きな女優は市原悦子さんと泉ピン子さんです、うん、黙れ童貞、やれるかじゃん。相当熟、やれるかっていう問題はまた違うだろう。好きな女優と、いやだから女優的に好きっていうことじゃなかったらただの熟女好きだけどね。だ俺女優さんで言ったら松嶋菜々子さんは好きですね。あー、確かに、なんかいい、なんか綺麗なお姉さん、綺麗なお姉さん感が憧れですね。確かに、うん、シュプリームさん、はい、好きな女優は菅井金さんと高城です。一人 AV 女優入ってるでしょお前。菅井金さん急に亡くなった人だろ。やめろよ本当に。こいつら92歳まで。こいつらってさ倫理とかしてたのかな。いやいや、ないよ。
ないのかこいつらには。ないよ、あるわけないでしょ。脳の中に倫理がないのか。ないないない、欠けてるよ。お前ら道徳がやり直してこい。やめとけ。本当にやめとけ、うん、で、まーやさん、うん、池間夏美ちゃんが好み。食べみかこさんも好き、うん、あー、食べみかこさんいいよね。いいですね。池間夏美ちゃんってあれですよね、うん、池田でしょ。本当は池間夏美ちゃん、ね、間違えたって言われてます。池間夏美ちゃん、そうそうそう、池間夏美ちゃんはあのロリポップだった子ですよね。はいはい、はい、あの春沢エイカーですよね。そう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 、新しいエイカーズか。だから前何だったかな、うん、フレッシュお笑い選手権の日だったかな、うん、下に下がっていったら、下に下がっていった、あれでエレベーターで下がっていったら、たまたまなんかロケかなんかしてて、あ、そうなの、フレッシュ池間夏美ちゃんが来てて、うん、あ、そうなので、やっぱ近くで見るなんかオーラ、いやいや、ロケ中でなんか囲みっていうか、うん、大人の人がいっぱいいたんで声をかけなかったですけど。フレッシュそんなことしてたの？いや、フレッシュのロケじゃないよ。フレッシュの時、そうそう、そうしてた、なんか制服とかも着てましたけどね。へえ、何のあれかわかんないですけど。そうなんだ。すごい、でもなんかオーラというか、うん、なんか綺麗な人のオーラ、あ、わかるわかる、がありました。美人って近寄りがたいよな。うん、だからそれでしょうね。うん、うん、出てて、もうあの年で出てたんだ。うん、きついな。きついなって言ったら、なんて、うん、あ、すごいすごいなって。まあだって言ったらね、うん、シーブリーズの CM とかで、そっちゅうテレビで見てる人が目の前に来たら、そっか、それはオーラは、シーブリーズの子か。そう、オーラは感じざるを得ないですよ。ごめん、俺シーブリーズが広瀬すず止まってる今、やめ。ああ、まあ広瀬すずちゃんバージョンもまだやってますよ。あ、やってる？やってるけど、池間夏美ちゃんバージョンもあるんだ。あ、はい、あ、そうなんだ。全然。気づいてないだけか。春沢エイカーのイメージが強すぎて。池間夏美ちゃんはだって結構こうあれですよね、映画の実写化のあれも決まってるし。あ、そうなの。はい、なんかあの、なんだったっけ、なんだったっけ、わからん、忘れた、忘れんなよ。ジャンプの恋愛漫画だったんですけど、ジャンプの偽恋、偽恋だ。あ、偽恋、偽恋の実写化で、お、小野寺役ですよ。あ、ちょっとわかります、わかんない。あの主人公が好きな子。ああ、はい、主人公が好きな、そうそう、第二ヒロインって言われてるんですけど。あ、そうなんだ。あの、一人はなんか主人公のことが好きな子がヒロインで、うん、主人公が好きな人、三角関係ってことね。そうみたいな感じ。まあまあ三角よりもなんか五角とかになっていくんですけど。ペンタゴン関係。うるせえ、ニセ恋はいろいろなんかややこしいんですけど。面白いの、ニセ恋。いわゆる第二ヒロインって言われてて。ああ、もうヒロインって言っても過言ではないですよ。もうほぼほぼいいポジションでしょ。だから完全売れる路線ですね。いいなあ、売れたいな。素晴らしい、売れたい、売れたいな。まあね、売れてね、内地の芸人みたいにね、うん、売れて、うん、あのドラマとか出ちゃったりして、したいわ。そっからどんどん芸能人の交流深めていって、うん、もう女優さんと、うん、あのフライデーに乗っちゃったりとかね。はいはいはい、夢ですよね。てめえ童貞だろ。いいだろ、別に童貞がフライデー女優と乗ったっていいだろ。一般人もまだだろ。その方があれだろ、夢があるだろ、童貞が、あれだろ、童貞女優と結婚。いいだろ別に、それは関係ないだろ、人の魅力だろ、まあ、童貞って。やめとけ。やめとけ。笑顔でどうやめとけ。童貞って出るわけないだろ。いや、フライデーとかやりかねん。うん、やりかねないけど。フライデーと文春はやりかねん。分からんけど。フライデーと文春はやりかねん。じゃあちょっと、うん、おしゃべりが過ぎたので、はい、一旦 CM 行きましょうかね。一旦 CM です。この姉妹は嫌だ。嫌だって言ったけど、あのちょっと熟女が過ぎる俺は。あとごめんだけど、うん、有村姉妹もちょっと比べ物にならないからやめてもらっていいですか。見たことありますお姉ちゃん、有村架純さんのお姉ちゃん、うん、あるある、進撃の巨人に出てそうですね。こいつひでえなー。いやいや、違うなんかあったんですよ、ツイッターで。いやでも別にブスじゃないよ。ブスじゃない、全然全然ブスではない。架純が、そうそうそう、架純が席がすごすぎて。いや、おかしいだろ、架純が席がね。いやかすみが関ってなんだろう。姉をかすませてるから。かすみが。今のはうまい、うん。座布団8枚。ありがとうございます。だいぶ高くなりますね。座布団8枚差し上げます。ありがとうございます。8枚もいただきまして。あのは良かったですね。確かに。ですね、楽しく。広末涼子さんもね、可愛いですけどね。綺麗ですよね、あの人も。でもちょっと松島奈々子さん。嘘これ、始まってる？いやー、まだ始まってないんじゃない？いや、始まってるだろ。チョップスティックスの夜中にちょこっと箸休め、ポピー。はい、というわけで CM 負けまして、ポピー。だいぶ、やるな毎回。だいぶね、もう喋りすぎましたよね。そうだね、これ、どうしますか、コーナー一旦やっときますか。一旦行こう。じゃあコーナー行きましょう。
心理テスト。トにリバーブがかかりましたね。はい、というわけでこのコーナーはですね、心理テストですまんまこのコーナーはなんかさ、一個こう付け足したりしないな。このコーナーは心理テストです。どんなに生きって言っても心理テストだから。はっはっは、予想外だっただろみんな。いや全然これはやりそうだな。このコーナーは心理テストやります、うん、はい。まあでも今日はね、うん、まあいろいろ盛り上がりましたから、まあまあ、恋愛の心理テストでもやりますか。恋愛系のだったら恋愛心理テストみたいなのできないのお前。いや心理テストです。恋愛心理テストだろう心理テストをやります。いいよやろう。やりましょう、じゃあやりましょう。いきましょう、うん、あなたはシンデレラです。はい。お城からお使いの人がガラスの靴を持ってきましたが、うん、靴がぴったりだったのはなんとお姉さん。はい。お姉さんが、うん、お喫茶に選ばれてしまいました、うん、あなたはどうしますか。A、うん、なぜ自分じゃないのかと大騒ぎをする、うん、はい、B、諦めて泣き寝入りする、うん、C、どうにか自分がガラスの靴の持ち主だと主張できるよう証拠を集める、はい、D、お姉さんの悪口を言いふらして王子に取り入る、うん、なるほど。さあそれはどうでしょうか。どんなでしょうね。いやだから A が大騒ぎする、はい、なんで自分じゃないのって、うん、B は諦める、うん、で C がどうにか自分が持ち主だっていうのを主張できるように証拠を集める、うん、で D が、悪口を言いふらして王子に取り入るということ、うんうん、なるほど。さあ、はいはい、どうでしょうか。王子と姉を抹殺する。おかしいだろ。んおかしいだろそれ。俺が死んでるんだ。誰が得誰が得すればそれ、はい、王子まで殺したら意味ないんだろ。もう私を選べない王子なんて国をよくできるわけないわっていうことで、もう、国がどうこうの問題じゃない場合王子を好きになってしまったことの問題だろこれは、うんうんうん、なるほどね。あでも好きな王子とお姉ちゃん結婚しちゃう。俺の性格上、はい、僕の性格上ですよ、はいはいはい、多分 B じゃないかな。諦めるの、 B、 諦める。もういいや多分言うと思う。そうなんだ。性格上ね。そういう場合ね。そうなんですね、うん、キャンさんとかはなんかありますか。聞いてますか。あー C 証拠を集めるでしょ。証拠を集めるね。はいはいはい、はい、迷ったんだけど、その、うん、諦めるというか、はいはい、所詮この人は私と姉をちゃんと区別できないぐらいの人なんだなって言って諦めると思う、うん、まあ確かにね。靴があったからといって、ね、靴があっただけなんだなと。あの時一緒に踊った私の顔もこの人は覚えてくれてないのねって思って俺は諦めると思う、はいはいはい、逆にこの人じゃなくてよかったわみたいな。あっていう自分への言い訳というか、まあ納得ね、自分をこう納得させて理由を作って諦めるタイプの、はいはいはい、俺は。はい、それでは、はい、聞いてる皆さんも選びましたでしょうか、はい、A を選んだあなた大騒ぎするですね、うん、浮気相手や、あ、これ浮気をされた時の対応が分かります、はい、おー、なるほど。 A を選んだあなた、はい、大騒ぎする、大騒ぎする。浮気相手や恋人に強く立ち向かえるタイプ、はい、友達や家族も巻き込んで何が何でも恋人を取り戻そうとします。取り戻す派なんですね。浮気をされた時に、はいはい、B を選んだあなた、マツケンさんですね、はいはいはい、僕もどちらかというと B ですね。 B ですよね。 B を選んだあなたは、うん、執着心のないタイプ、ほ、簡単に諦めてしまう傾向にあるようです。まあそうですね、うん、C を選んだあなた、うん、まあキャンさんですね、はい、相手を冷静に追い詰めるタイプ、あ、恋人を取り戻すためというよりは曲がったことが嫌いというタイプです。はい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 。 D を選んだあなた、うん、恋人よりも浮気相手を許せないタイプ、くれぐれも激高しすぎないよう気をつけてください、はい、恋人より浮気相手が許せないタイプいますよね。まあいる。なんか浮気したのはもうどっちもどっちなのに、うん、この浮気相手の方だけを許せないっていうね、はいはい、はいはいはい、僕の友達にもよく言いますけども。あ、いる。います。俺、まあこう言われてみるとですよ、はいはい、僕がもしこう彼女なり、はいはい、浮気をされたという場合はですね、はい、逆に結婚します。僕だけの考えですよ。はい、お前浮気したよなと、はいはい、一生逃がさんからと、お、今後俺の奴隷として来てもらうと。あ、やばやば、分かってるよなと。やばいだろそれ。俺はどちらかというとそういうタイプです。あ、そんなことして、うん、最近離婚した YouTuber がいました。なるほどやめよ
カップいやでも分かんないどうなんだろうねまだされたこともないしまあでもその時にならないとね、うん、ねえ分からないよね対応ってやっぱその時のねでもやっぱ深層心理的に言うとやっぱもう落ち込むと思うんですよ、うん、やっぱ一旦ね、まあ、もちろんねねやっぱ悲しいじゃないですか自分の好きな人が浮気したら、はいはいはい、ってなるともう結局俺 B になるんじゃないかなと思う、はい、もう知らん、うん、知らんみたいなもういいもういいまあまあ話するなとかっていうまあまあね、うん、確かにっていうタイプだと思いますそうですね僕はうん、結構当たってるかもね、うん、そう結構当たってるかもしれないですよもしかしたら、うん、ねキャンさんは冷静に追い詰める、ね、追い詰めそうだ俺とお前はもうなんだかんだ文句言いながらそのまま諦めるタイプ、ね、諦めるタイプですよ、ね、なあなあね結局クソだなあいつらって言いながらダメだダメだって言いながら2人でジョイフルでドリンクバーの内心傷ついてるけどね傷ついてるけど強かったなあいつら、まあ、ダメだ人間として終わってんだよかったよかった別れてよかったわとか言いながらはいはいほんとクソとか言ってで家になって一人で家になって一人ではぁやってるタイプ、ね、タイプだねそういうタイプですよそういうタイプですそれではじゃあ次の問題いきましょう、はい、行こう、買い物に来たあなた、はい、突然バッグが欲しくなりました、うん、どんなバッグを購入しますか、はい、A、うん、シンプルだけど上質な素材の一生ものバッグ、うん、B ブランドロゴが目立つ華やかなバッグ、うん、C いくつも欲しい軽いエコバッグ、はい、D程よいお値段の、うん合皮のデイリーバッグ、はあ、はいはいはい、というわけで A が、うん上質な素材の一生もの一生もの B が、ブランドロゴが目立つ華やかなバッグ、華やかなバッグ、 C いくつも欲しい軽いエコバッグ、はい、D 程よいお値段の合皮のデイリーバッグ、はいはい、ああどうなんだろうな俺でもな普段持ってるのって、はいはい、僕が普段持ってるバッグって、はいはい、どちらかというと B っぽいんですよ。B っぽい、ブランドロゴが目立つ華やかなバッグです、はい。僕持ってるの派手じゃないですか。あー、まあ確かに。わかります？あの、ミッキーがいっぱい書かれてるリュック。はい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 、はい。あと、かわいいやつね。何でしたっけ？僕もう一個持ってて、はいはい、迷彩柄のトートバッグ。あー、見たことある。そうですね。あるから、まあ、ある、ちょっとでっかい緑のね。はいはい。どっちかなんです。でも、華やかですね、でも、はいはい、こうなってどうしても多分欲しいと思ったのであれば、はいはい、僕の場合は多分 A なんですよ。あー、そうですか。うん、一生もののバッグ。一生もの。はいはい、なぜかというとやっぱその時にインスピレーション的に感じてやっぱ欲しいと思うってことは、はい、そういう一生もの の使えそうなバッグって簡単に巡り合わないんですよ、はいはい、はいはいはい今だと思うんですよ確かに確かにだから僕どちらかというと A を選ぶ、ね、はい僕もどちらかというと A ですね A まだ僕答え見てないですけど、ねはい、高いものを僕、まあ、ブランドものが好きというより、はいはい質がいいものが好きなんですよ。ああ、まあまあまあ。長く使いたい。うん、わかりますわかります。わかる。長く使いたい。長く使いたい。気に入ってるものであれば。はいはい。っていうタイプなので、はい、どちらかというと A。A ですね。うん、で僕も、この時点で、バッグを持ってるか、持ってないかわかんないですけど、うん、バッグが欲しくなったってことは、うん、まあ、ちょいちょい使うだろうと。そのバッグをね。うん、そうなると、まあ、買い替える用よりは、一生もの使えるバッグで。うん、そうそうそう。買っといた方がいいかなと。そうなんですよね。上質なものを長く使った方が ね、安いのを何個か買い替えるよりはまだいいかなっていう。そのタイプなんですよ僕。思いますね、うん、でキャンさんは決まりましたか。自分もこの中に選択肢がないんですけど、はいはい、普段買うときは機能的なバッグと決めてるんですよ。ああ機能がいいですね。はい、今こっちに通うときに使ってるのも、うん、ローラーブレード用のバッグで、はい、サイドにローラーブレード差し込める実はバッグで、ポケットも多く、うん、靴も入る、はい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 、すげえ別ポケットで、はいはいはい、便利だな。でそういったものを選んでるんですけど、うん、この中にいなかったんで、はい、僕もどちらかといえば A です。 A ですね。はい、それでは3人とも A ということで。じゃあ B から見ていこう。 B から見ていこう。 B を選んだあなた、はい、 B、ブランドもね。 B はブランドもの、うん、見栄っ張りタイプ、はい、異性にも見た目や立場を求めます。これはあ、これすいません、うん、慣れてないな。この回答はですね、はい、どんな恋愛をしたいのかが分かります。どんな恋愛をしたいのか、はい、はいはいはい。 B だから B を選んだあなたは、はい、見えっ張りタイプ、見えっ張り、異性にも見た目や立場を求めます、はいはい、見た目が良くないといけないとか、立場的に俺の方が上がいいなとか、可愛、はいはい、い子じゃないと嫌だとかね、うん、一緒に歩いてて可愛い子がいいとかね。そう、僕より身長は低い方がいいとか、そういうことですね。男だとそういうのですよね、うん。C を選んだあなた、 C は、 C は、軽いエコバッグいくつも欲しい、はいはい、たくさん欲しいやつ、ね、尻の軽い女がいいってことですか。やや浮気症やっぱりたくさんの異性と程よく楽しみたいタイプです、はいはいはい、浮気症ですね、ただ、はいはい、で D、 D、程よいお値段の合皮のデイリーバッグ、うん、気兼ねなく簡単に付き合える相手が欲しいタイプ、
デートでは無料スポットによく行くなど相手にお金をたくさん使わない傾向にあります。あ、要は友達の延長線上ということじゃないですか。はい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 、気兼ねなく簡単に付き合えるってこと。はいはい、言いたいことは分かる。まあまあ気使わなくていいってことね。のがタイプ、うん、まあそれもありっちゃありですけどね。そして僕たちが選んだ A、はい、結婚を前提とした恋愛がしたいタイプ、はい、異性からするとやや重たいと感じられることもあるかもしれません。まあでもでこの一言は邪魔ですけど、うん、要はでも結婚を前提とした恋愛がしたいタイプ、ちゃんと付き合うんだったらそういう将来のことも考えて付き合う誠実な人たちですよね。まあまあいいんじゃないですか、ね、全然僕たちはそういう浮気症でもなく、はいはいはい、で気兼ねなくただただ付き合うわけでもなく、はい、ちゃんとお互いの将来を見据えて、真剣にお付き合いするいい人たちってことですね。そういうことです。そりゃ相手選んでるから童貞2人もいるわと。あ、いるわな、そりゃな。童貞2人もいるわ。そうですね、僕もね付き合った人数1人ですからね。一途でいいじゃないですか、全然。あ、アスカさんこんばんは。こんばんは。またこの時間に来ましたね、今何をやってるかというと、あの恋愛心理センステストですね。テストですね。女子会で盛り上がりそうです。今足のマニキュア落としてます。次は何色にしましょうかね、じゃあ僕が言いましょう、はい、ピンクで。あ、派手ですね。薄ピンクにしましょう、ね、桜色みたいなね。いいよ、前の色が何色かも分からんけど。そうですね、はい、というわけであと1問ぐらいいきますか。あと1問いってみましょうか。いきましょうか。いきましょうか。恋人にもらった大切なお花が枯れてしまいそうです、うんうん、はい、あなたならどうしますか、うん、A、うん、枯れそうな部分だけをハサミで切る、うん、B、捨ててしまう、うん、C、水をやり再び元気になることを願う、うん、D、ドライフラワーにして再度飾る。、うん、ドライフラワーにする。はあ、はいはい、なるほどね。 A が、 A がダメなとこだけ切る、ダメなとこだけ切る、切る、 B、捨ててしまう、捨てる、C は水をやって元気になることを願う、はい、D、ドライフラワーにして再度飾る、うん、あー、まあそうですね、 A かな、うん、どちらかというと、ね、切るタイプですね。邪魔なところだけで、まあで、まあもっと言ったらちゃんと切ってまたお水をあげて、はいはい、とりあえず元気なところをきれいに残す、はいはいはい、っていうのを選ぶ方ですかね。ああそうなんですね。現実的にいくと、はい、僕はでもこの選択肢があるんだったら、はい、ドライフラワーにしたいですね。ああドライフラワーがねあんまりよくわかんないんですよね。要はそのあの冷凍保存みたいなもんですよ。あのその状態のままずっと置ける、まあ、液体窒素的な、まあまあわかんないですけど、まあ、そんな感じですよね、はいはいはい、そんな感じです。キャンさんはどうしましょう。どうしますか。まあ2つで迷ってるんですよ。あ、何と何で迷ってるんですか。両極端なんですよ。あ、はいはい、本当ですか。 B と C、 B と C、 B 捨ててしまう、うん、C 水をやり再び元気になることを願う、はい、あ、どうしますか。テレフォン使いますか。誰に電話するの。50-50 じゃん。もう決まるやし。もう50の状態から減らしたら決まるから、それ勝手に俺なんか決めることになるから。わかりました。そうなる。ライフラインあと1個のことです。オーディエンス。オーディエンスいないだろ。いや今オーディエンスやったらばらけてますから。そうだそうだ。はい、ということでじゃあ決めます。はい、B で、B、捨ててしまう、はい、ばらけましたね。ばらけましたね。じゃあ誰も選んでないやつから C からいきましょうか。これは何がわかるんですか。 C、このいいですね。いいでしょ。そのまま行くところでした。だろ、やると思ったよ。この質問は、はい、恋愛の終わらせ方がわかります。終わらせ方、はい、はい、C、うん、水をやり再び元気になることを願う、うん、この中で誰も選びませんでしたけど、た C を選んだあなたは泥沼タイプ、はい、泣いたり騒いだりしながらどうにか恋人をつなげようとします。わ、男でこれはちょっときついな。めめしいな。よかったですね、この中で誰も選んでなくて。よかった。そうそうそう、そういうことです、はい、じゃあ、マツケンさん A、 A、うん、枯れそうな部分だけをハサミで切る、うん、A を選んだあなたは、うん、恋人を責めてしまいがち、やや攻撃的で喧嘩別れとなりがちです。まあ、ね、分からなくはないですかね。分からなくはないな、うん、俺大体口で言いまかすタイプだからな。多分しこたま文句言って別れるのかな。説教して泣かしたこともあるからね。やめとけ。何度か優しくしろ。その後優しくするんですけど、うん、まあ半分 DV みたいになるんですけど。まあでもね、わかんないよ、ね、僕付き合ったことないか、わかんない、うん、あ、付き合ったことないわけじゃないですけど、うん、よくわかんないですけど、うん、な、喧嘩した後はまあ大体そういう感じになるんじゃないですか、うん、その後も仲直りセックスっていうのがありますから、ね、いや、いいよもう言わなくて。それは楽しい、あれ一番。じゃあ B ね、はい、もうそういう話になってきたから、はいはい、B、キャンさんが選んだ、はい、捨ててしまう、捨ててしまう、 B を選んだあなたはサバサバタイプ、うん、別れた恋人とも友人としてお付き合いができます。へー、
そうですね、両極端でしたね本当に、本当に両極端、結果的にも、はい、D 僕が選んだドライフラワーにして再度飾る、はい、D を選んだあなたは少々落ち込んでも、うん、あ少々落ち込んでもうまく切り替えた、うん、られるタイプ、はい、次の声に向けて簡単に踏ん切りをつけられます。へー、そうですね、まあ内面が出て、いやいや関係ないだろ、まあでも少々落ち込んでしまいますがうまく切り替えられるタイプということで、うん、まあ、当たってはいるんじゃないですか、全員結婚前提でお付き合いしたいと思ってるのに、うん、まあまあそうですね、思ってるのにダメだと思ったら一人はすぐ切り捨てて、一人は一人は相手説教して泣かしてで一人は一人は友達として友達として付き合うんですよ。いやでもそれは一番あれですよね、うん、今カノが嫌なタイプというか、元カノと友達として、そう元カノと友達はな、そっち遊びに行ったりとか、俺な多分これできないタイプなんだよな、俺もう別れるってなったら連絡先も全て消したいんですよ。そうなんだ、うん、もうかかりたくないんですよ。そうなんすね、僕はね、はいはい、向こうはどうか知らないですよ、まあ、そういうタイプもいますけどね、うん、本当にあの記憶から抹消するタイプですよ。怖っ、うん、怖いな、記憶喪失になったんかなと思うぐらい。いえそんなそんな渋い喋り方しなくて、 USB のあの取り出しちゃんとやらないで引っこ抜いたのかなみたいなデータが破損したのかなみたいなタイプですね。よくやりがちですけどね、やりがちですね。さあ気をつけてください。というわけで、はい、時間が時間だな、どうしよう。もう曲はねなくてもいいんじゃないですか。流しないようにしますか。流したらでも終わりです。終わりですよね、うん、じゃあもういいんじゃないですか。じゃあ流す、すみません、時間的に流して CM 行けますよ。お、いける、あ、大丈夫ですか。じゃあ行けるんですか。じゃあ流しましょうか。じゃああの僕がね、前から好き好きだと1週間続けて言ってます、はいはい、やばい T シャツ屋さん、はい、ではなく太田裕美木綿のハンカチーフ、ね、なんかそれ。これ4分しかないんで、はいはい、そのまま CM1 分つなげて、はいはい、残り2分ぐらいとエンディングトークみたいな感じ。じゃあ大丈夫、了解です。ありがとうございます。まあでもね、オープニングで喋りすぎたのでエンディングは喋ることはないから。アスカちゃん、前は水色だったんだ。で、今は薄いラベンダーみたいな。ああ、いいじゃん。いいですね。俺、水色にしたらって言おうとしてた。前が水色だったんだ。ラベンダーってことは紫。紫ですね。薄紫みたいな。薄紫。ラベンダー色に。いいですね。ちなみに、はい、洋服の色で、はい、紫とかピンク選ぶ人は、はい、欲求不満です。そうなんだ。ああ、そんな、ああ、みたいね。みたいですね。お黒ですよ、紫とかピンクとか。そうね、雪の名前。あ、でも俺紫はラッキーカラーって言われた。あだからつけるようにしてる。たまにあの、だから表に出ないので、あの半袖をわざとシャツの下から着たりとか。あ、色のあるシャツの下から。あとわざとつけた方がいいってのもありますよ。あ、そうなんですか。あの要は欲求不満だっていうのを知ってる人からしたら、あ、この人そうなんだってことで逆にアタック仕掛ける可能性があります。へえ。紫つけちゃおうかな、うん、ピンクと紫つけちゃおう。ピンクでも俺たまにあのピンクのパーカー着てます。あ、欲求不満。欲求不満なのは間違いないでしょ。しばらくいないんだよ。やめね。大丈夫、あと10年は大丈夫。大丈夫ってどういうこと。あと10年大丈夫よ。いや、まだ使えるからみたいな。10年まであるから。そうそうそう、大丈夫っていうことですね。いやー、でも心配だな。いや、だってもう遅くても18には終わってると思ってたから。俺がちょうど18だった。いやでもベストじゃない、18ってでもちょうどいいぐらいじゃないですか、うん、19になる年。いや全然いいと思う。ギリ18で全然ポイしました。ポイって言うな。じゃあなんて童貞さって言えばいいの。いやいや、ポイでいいや。じゃあ本当にもしもですよ、はい、リクが童貞を卒業したら、はい、このチョップスティックスのちょこっとね、夜中にちょこっと走り休めで、はい、リク童貞卒業式を行いますよ。いや嫌だわ、うん、いや言わんわ別に卒業してからやろ。かっこ悪いだろ、俺童貞卒業しましたって言いふらしてるやつ。違う違う、卒業してその時はお前は一回いないわけで、俺と港でやるからで、在校生代表って言って俺がやるから。あ、在校生代表はあっちにいるさ。だから在校生代表で、卒業生代表挨拶って言ってリークれてくれ。これから大城陸童貞卒業式を始めますってやるからね。おかしいだろそれ。俺進行役で、港担任それ。1年1組大城陸って言って。3年1組大城陸はいって言ってくれて。おかしいだろ、どう考えてもおかしいだろう。やろやろうって、いいけど。卒業生代表の歌と在校生からの歌もあるから。なんで歌歌わんといけんの。曲流すだけですけど。何の歌だわ。曲流すだけですけど。何なんだよそれ。
いいじゃないですか。アスカちゃん、勝利さんが卒業したら卒業する、あ、卒業式するとかなんとか。あ、やるの？勝利さんもそうなんだよな。そうなんだよな。勝利さんはちょっとよくわかんないけど、なんでどうしたの？あいつは何なのかな？こじらせてんのかな、勝利さん、勝利さん。あいつもこじらしてると思うよ。ちなみに、あの、松田さんが言った、はい、あの、19になる年の18まで、自分は真の童貞でしたからね。あー、まあ、そういうところに。いや、あの、オナニーも経験なかった。おー、マジか。え、でも俺なんかのバイト先にも、うん、本当に、その、まさにその18の19になって、うん、知らない子は知らないらしいよね。知らない人も、あ、でも、今はなんか、ジェンダーレスとかもあるから、わからないですけど。ね、知らないとかじゃなくて、あの、できる環境がなかった。どういうことですか？はい、家が大家族で、自分の部屋なくて、はい、で、家族女ばっかりと。そっかそっか。でもね、隠れてやるけどね。俺も自分の部屋なかったけど。隠れる場所がないですからね。ああ、なるほどね。いや、でも僕も高2くらいまでやったことなかったですよ。マジで？だから中学校、龍大附属中ってプール一緒じゃないですか。一緒一緒。だけど何も感じない。みんなに合わせて騒いでる感じ。別になんかうわめっちゃエロいわとかはなくて。性欲がそんなないんでしょ、ね、中学校の時はなかったです。高校になってはありましたけどね。うん、目覚めるのは早かったですよ。じゃあもう中学校の時は高校して。チョップスティックスだ。夜中にちょっと箸休め。おは、はい、というわけで、もうオープニング喋りすぎたんでこんな時間になりましたけど、そうっすね、このエンディングですよ。エンディングですね。エンディング来ましたけれども、うん、とりあえずね、なんかね、この時間も時間なんで、うん、告知やっとかないと。そうだね。やる前に喋りだけで終わってしまったあれなんで、ね、告知は、はい、8月の30日木曜日、来週の木曜日にですね、はい、平成期はあります、はい、僕たち若手だけのライブです、うん、そうですね。スペシャルゲストもありということで。ゲストもありです。フレッシュお笑い選手権大会優勝のトキという女子高生コンビもゲストで出ますので。いや、面白いですよ。面白かったですね。面白かった。ぜひ遊びに来てください。今回の企画が、怪談となっております。怪談話。怖い話します。いいんじゃないですか、この季節にぴったりで。いいじゃないですか。怖い話聞きたい人も、ね、笑いたい人も、もうぜひ。ね、怖い話聞きながら笑えるようにしますんで。どういう感情になるんだろうね。感情がバカになるようにして。言い方なんかあるだろう。やりたいなと思います。はいはい、まあまあ、まあ僕もネタ、お笑い劇場でやったようなネタ、またちょっとやりながら、はいはい、いろんなネタあると思いますし、ね、はいはいはい、スペシャルユニットもあるらしいです。あるらしいですね、ユニットも。今回スペシャルユニットがあるらしい。はい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 、そっちの方もお楽しみにということで。はいはい、で、まあ僕たちのツイッターなど、はい、言っていただければ、そうですね、チケットの方はご予約できますので、ぜひ各芸人に連絡してみてください、ね、そうですね、平成期に出場するメンバーがクーターシンカ、ミナト、はい、カマル、カマル、デコボコトラベリング、大城陸、はい、松田オイル、ね、モコモコ元氏となっております、はい、よろしくお願いします。マヤさん、平成終わったら名前変わるのかなっていうことで、はい、あ、終わった。音も上がらんから終わらないでいいんだからね。大丈夫ですか。まあまあ、ちょっと気づかないでいいって言うね。ラジオで聞いてる人もやもやするんだろうね。申し訳ない申し訳ない。ちょっと時間の確認不足でしたけど、そうですね、すいません。俺何分までだったかなと思って、俺もちょっとあ、そろそろだなと思いながら、俺ごめんな、背中の感覚で59分7分ぐらいまでいけるわけ。56なんですね。ですね。ごめんなさい、もう伝える時間ないなと思ってたんで、面白いからそのまましても。しょうがないです。しょうがない。もうツイキャスの皆さんね、あ、ゆぴさんはいらっしゃるんですかね。あ、はいはい。平成期行きます。平成期、ぜひぜひお願いします。お願いします。はい、平成だったら平成に名前変わるのか。僕たちが平成生まれなんでね。平成生まれだから平成期なんで、うん、多分変わりはしないかな。ね、もしかしたらね、変わるかもしれない。サブタイトルみたいなのは変わるかもな。今、ザ・ FEC トライブってなってますけど、はいはい、平成一期、反乱向きとか、なんか何が起きるんだろう。なんか名前はちょっと変わるかも。あ、サブタイが変わるかな、多分。わかんないですけどね。シーズン2みたいな話になるかな。シュプリームさん、ヘルスで10分前のタイマーが鳴らない的な。わかりづらいよ。わかんない、行ったことないかわかんな。こいつは本当に無課金でも童貞だから。いいだろ、それ別に卒業にならないから。
それ。いや、今年みたいにね、あの不正の不正対応してる。いや、あれは中退ですか。中退、元氏はだからね、童貞学校のあいつは中退ですからね。ヤンキーですよ、ね。ヤンキーですよ。あいつは正のヤンキー。正で言うとあいつはヤンキーですから、ね。だけどもう税決のね、もうあと残り1分ですか、ね、1分ですか。あ、じゃあもうそろそろ締めに行く。それでは、はい、皆さん、はい、聞いてくれてありがとうございました。時間がないので一人一人お礼言ってる時間はありませんが、はい、ごめんなさいね。皆さん聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。また来週も聞いてください、はい、来週の中平成一期終わりですか。そうだ、終わってすぐ。いやー、きつい、きついな、お前きついな。きついですが、まあ僕が来るか誰が来るか、もしかしたら平成期全員で来るかもしれない、まあ、平成期から何名か、はい、何名か引っ張ってきて、引っ張ってきたいなとは思う、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。さよなら。